アナカンプセロス科は植物学の科学誌、タクサン氏の2010年2月号で提案された騎士植物のナデシコメのトガである。本科はアフリカ、オーストラリア、アメリカに生息する3つの属と約40の多肉植物の種から構成されている。サボテン科とは禁煙だとされる。本科はウルスエックリトレとニッフェラーによるナデシコ目のスェリヒウア目における 多系統群の分析に基づいて提唱された。新しい都ガとその限界は、分子系統学及びその形態学的データに基づいている。その3つの属であるアナカンプセロス属、グラハミア属、タリノプシス属とそれらに含まれている、三3 6種については、かつては滑り日床に置かれていた。本家は APG 植物分類体系の改訂版である。 APG3 で承認されている。本家の種は低木、または厚い茎を持つ多年生の総本植物である。グラハミア族の茎には粘液が含まれている。種の中には幹の付け根や根の部位が厚くなって芋になっているものがある。螺旋状の多肉的な葉は円柱型に丸々が稀に平べったいものもある。溶液には毛や小さい鱗肩葉がつく。 家系の主軸の先端や脇に花がわずかにつく果序が特徴であり、しばしは石棺を圧迫したり下牛状果序になったりするものもある。大変魅力をそそられるのは小さいものから程よい大きさで咲く両性花についてである。学編にある2枚の葉は多肉的で頑丈であるが果実がなるときに干からびてしまう。花には5枚の花冠がある。 5本から25本までのおしべと、脂肪上位に3つのめしべが合弁して心側を構成している。下皮は1つの節を形成する。グラハミア族とタリノプシス族は丈夫なおしべの集まりを、アナカンプセロス族は抜け落ちていて、単一になってしまったおしべの残りを、下皮の近くにつけている。果実は、果てであり、グラハミア族を除いて、脆くなった外下皮は内下皮から剥がれ落ちる。 内科費の先端部分は割れてバスケット状になる。通常は軽くて角張り大きくて白く色づいた種子ができる。種皮は2層となっており、外側の種皮はほぼ完全に剥離する。エライオソームはあまりない。本家は熱帯を中心に広大な地域に生息している。オーストラリアからアフリカ東部にかけてはアナカンプセロス族、さらにはアメリカ大陸には グラファミア族とタリノプシス族が分布している。ありがとうございます。